レヒフェルトの戦いは、955年8月10日、東フランク王王と一世指揮下の東、フランク軍が侵入してきたハンガリー大公国の騎馬民族、ウゴル系マジャル人を撃退した戦い。ハンガリー平原を根拠にする、マジャル人王朝のアールパード家のハンガリー大公、アールパードは、10世紀初頭より度々、ドイツ島南部のバイエルンに侵入した。 955年にアルパードの孫、タクショニュがマジャル人を率いてバイエルン地方を攻略し、さらにシュバーベン地方に侵入するために、その途中でアウクスブルクの城壁を包囲した。同年8月10日に、オットを一斉に移る新政軍が到着し、ドナウ川、シリューレヒ川流域のレヒフェルトにおいて、翌2日間にわたる激戦を交えた。その時、 と一世の兵力はおよそ8000人で、対するタクシ所に率いるマジャル軍は17000人と、兵力では2倍以上の差があり、実際に、夫大帝は、大勢のマジャル軍によって窮地に陥った。しかし、前々年の953年に自身に対して反乱を起こし、禁止を命じられた女性で、ロートリンゲン大公のコンラート赤毛公が、学府の危機の方を聞いて、 救援に駆けつけたため、重機兵で構成された新生ローマ帝国軍は、勢いを盛り返し、軽機兵で構成されたマジャル軍を撃退させ、卓所には、ハンガリーに撤退した。その結果、コンラート赤毛公はこの戦いで戦死したが、以後から、アールパード家のマジャル人の侵入はなくなり、コンラート赤毛公の働きもあり、夫一世の威信も高まり、 ザクセに朝の王権確立の重要な一員となった。ありがとうございます。